これでもって苦労した朝鮮人は幸せになるんじゃないかと、そういう、そういうに信じておりましたね。頭に残るのは9つか10ぐらいの幼い子供がね、自分の目の前で餓死をするんですけど、手にこうパンを持ったままこう食べられずそのまま餓死してるんです。ね、生きて帰ってこれるとは思っていませんでしたから、本当に生きて日本へ戻れるということは夢にも想像していませんでしたから、私は日本へ帰ってきてからの人生はおまけの人生だと思っております。